はい、こんばんは、タムランチでございます。寒いですね。と言いつつビール飲んじゃってますけど。えー、明日はなんか、雨が結構降りそうなんで、みんな災害起きないといいですけども。えーと、今日は、あセルフカバー。 とかその辺の話をしようかなと。<laughs> まあその前に、あのー、えー、おとともさんが、あの、チャンネル登録とか、したり、してもらったりしてる <laughs> 方が、あのー、つゆさんのカワーをですね、えー、やられて、 でもちろんあのコメントね入れさせていただいたりしたんですけどあのー、まあ嬉しいですね嬉しいことにあの私が <laughs> あんまりにもつしさんのカバーをやるもんでやりたくなりました的なことも書いてもらってあ,あれは嬉しいですねはいん,ーなんだ別に私がどうのこうのじゃなくて、まあ、つしさんの曲が,が、ね、一番なんですけど またねその人たち運がうまいんだこれがはい、えー、あのそのまあお,お二人ねお二人、えー、そうそうそう同じようなタイミングでね曲が違いますけどやられてて、えー、その方の強さのカバーは初めて見たのかなそう でうん、まあ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 ちょっと新鮮な感じで、えー、拝見させていただいたんですけどまあまあうまいですね <laughs> やっぱり、うん、それなりのここがお持ちの方は何やられてもうまいですけどもはいなんかねすごく何、えー、とも言えない嬉しさがどう,どういう立場で嬉しいんだかよくわかんないですけど、はい、そんなこんなんがありましたけどもね えー、で自分はと言いますと、えーまあ、ここのとこねあのまたこう周期があるんですけどまたちょっと剛さんにハマってる周期がありましたんですがえー、っと月ちゃんからの歌詞が届いたので、えー、っと月曜日にその曲を出してでちょっとね、えー、あやっぱオリジナルもいいななんて思ったりもしたもんで、えー、昨日ですか昨日火曜日でもね昨日。<laughs> どうしようかななんて思ってた時にまあ梅雨入りしたしみたいなこともあったのでああそういえば去年雨の歌作ったなと思って、えー、自分のオリジナルをやってみたんですけども、えーまあ、結構ねあのー、<laughs> 声裏返っちゃった結構あの自分のオリジナルを何回かやるということはありまして、まあ、いわゆるセルフカバーって言うんですかね、えー、あれはね あの本当に楽しいです。あのー、その曲に対するコメントでもいただきましたけども、えー、自分の曲はもうやりたい放題でございますから、あーうんまあ、やりたい放題っていうのもありますけども、やっぱり、まあ、特に初期の頃ね、えー、作った曲っていうのはやっぱりね、うん、今聴くとっていうところがあったりして、まあ、一番は、あのキーがね、 低い。本当に。あの <laughs> まあ、あんまり声を張れる環境でなかったというのがでかいですけども、あーまあ、それプラスで、まあ自分のね、その音域というのが、まあ、こんなもんじゃないかと。まあ、オリジナル作り始めたのがライブハウスに行き始めた頃で、えーまあ、だんだんとね、オリジナルを作っていくのと同時に、まあ、声が、 ちょっとずつ、鍛えられてったみたいな感じで、あ、もうちょっと高いの出るじゃんみたいなね、<laughs> 感じでやっていってもみましたけども、本当にあの、まあ、自分で言うのもなんですが、ボーカルがちょっとね、良くなってきたかなというのはこの一年で、えー、まあ、ほぼ、ほぼ毎日。バカですね、もう、ね、ほんとね。ほぼ毎日。 えー、なんやかんやのアップをさし,してるんですけども、えー、まああのうんそ,それができる環境になったっていうね、まあ、引っ越したりなんやかんやで、えー、っていうのもでかいですのとでかいのとまあねそれはちょっとよしあしがありますがこんな状況になってお家にこもるてる時間が多くなってというのもあったりしてとおー YouTube にアップ数が増えたことにより えー、お知り合いが増えその方たちのスーパーボーカルに刺激されなんていうのもありましてですね、えーまあ、ここ最近作ってるあのオリジナルはあ、うんまあ、今現在ではそのんでしょうね今の声が晴れる感じで作れてはいるんですけどね昔の曲はもう体概低いですね だから大体いいノンカポでやってたのが2カポぐらいですかあ上げて歌うと今はいい感じみたいなね感じになっておりますあとまあ録音も一人ですしね MTR も使い始めてまあそれはもうどうしようもなくしょうがないんですけどあとそのそういうのやり始めて空回りしてたんですかねギターがうるせえっていうね 何でもかんでもいってもんじゃないですし、何でもかんでもそのパートをアピールすればいいってもんでもないですしね、ギターソロもやかましいしね、とかいろいろ、否定はしませんけどね、その時のベストで頑張ってますから、それはそれでいいんですけども、やっぱりね、こここうした方がいいんじゃないかとか、ああした方がいいんじゃないかっていうのは、この曲たまにはやってみるかなんと思ってやってみると <laughs>、いっぱい出てきますね。 で、えー、昨日やったね、その雨の歌、雨の中歌うっていう曲なんですけど、まあこれはね、あの去年まあ作った曲ということもあり、まあキーはそのまんまで。で、えーまあ、録音もね、そこそこ頑張ったので、1、えー、番の元はね、あのピアノメインで,であの、映像ものすごい頑張ったんですよ。本当にあのミュージックビデオみたいに。 雨の無料,無料動画をね探して雨降ってるとことか水たまりとかあ歌の歌詞の内容に合わせてこうね木漏れ日がさしてくるとかそういうのをこういやあれは本当どれかかったんだろうなまだ動画編集も慣れてない頃にそんなことやったもんだから、うん、一日やってたような気がしますけどもね、えーまあ、そんな曲なんですけども唯一ね、えー、とコーラスが 何て言いますかねハモってはいますけどまあ無難なハモりなんですよねとっても。それが最近ねこの1年いろいろやっていく中であの微妙な音コーラスのいい感じのあここにいたかこの音がっていうそういうのがね最近ちょっとまあ分かってきたというか <laughs> 探せるようになってきたので。 えと昨日の2番なんかは本当にもう3部コーラスでやったんですけどそこが非常に今楽しいですね、えーまあ、自分のオリジナルだけじゃなくて <laughs> これはいいのか悪いのか分かりませんがあのカバーやる時にもねありもしないコーラスつけたりして遊んでますけどもこれがね、あのー、その場その場でこう音を探していくわけなんですけど えーまあ、手順としては当然ね普通のメインボーカルと、まあ、伴奏をあらがった MTR で取っちゃってでその後にコーラスをかぶせていくっていう、えー、作業になっていくるわけなんですがそのね結構繊細なんですよねあの微妙な音なだけにハンハウ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 ってやってて「あーあーいたいたこの音だ」っていうね見つけるでしょそれで MTR を使うので あのパンチインっていうね、そこの入れたいとこだけをにこう、まあ、要は入れていくって形で、で、その録音したいとこだけ録音できる状態にモードをして、ちょっと前から流して、はって入れるんですけど、その巻き戻しがね、こう、ちょっと長くしすぎちゃうと、その音を頑張って覚えてるでしょ、出だしの音とか。 よし、よし、いけると思って、ピーってスタートボタンを押すと、結構自分が思っている余裕も前に戻ってたりするんですよね、曲が。あちょっと長いなと思ってうん、大丈夫かな、大丈夫かなと思って、そこの場面に来て歌うと、大概音外すっていうね。覚えてらんないんですよ。だからこうやってギターをねあ、もちろん音入らないようにね。まあ、つか、マイクで撮ってるから若干音入るんでしょうけど、まあそこをいろいろ工夫して、音入らないように、 そこにその場所に行くまでにその出だしの音をこうギターでピン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 鳴らしていてこの音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 ,この音あみたいなやってんですけどねだから本当にもうパーッとこうコーラス入れるとかねすごいですねまあプロの方もそうですプロはもちろんですし私のお知り合いでももうアドリブでハモっちゃう人とかねいらっしゃるんですけど まあよくですよね、本当あの、出だしさえ間違えなきゃね、なんとかなるんですけど、あの、ハモリは、そのね、そこに来た時のその出だしの音が、ポンといけるかどうかっていうのが、ライブ、では、またちょっと、不安定でしょうね。その、微妙な音はね、よっぽど練習しとかないと。<laughs> まあそんなことをセルフカバーでえーやっております。はい。えー、まあ、まだね、結構曲たまったんで、何度目かになるしね、まあ昨日もなんかね、アップしたらこの曲好きですみたいなねこともあれ嬉しいんですよ、本当に。ありがとうございます。はいえー昔の曲もね、よりよく、 ななるようなアレンジができればまたやってみたいと思います <laughs> はい。で、今日はあ剛さんに戻りまして、えー、マイナス100度の冷たい街という、これはマニアックなのかしら、比較的。はい、ヘビーゲージっていうね、アルバムに入ってる曲ですけども、<laughs> えー、数年前にね、ちょっとライブでやろうって話になって、二、えー、人組でやるってことになったので、 二人でギター持ってやるように私がアレンジしたバージョンでやってみました原曲を知ってる方はふーんって思われるかもしれませんけど自分としては結構気に入ってるアレンジでございますぜひ聴いてみてくださいはいということで、まあ、今日はねついさんのカバーやられてる人があいて嬉しかったなっていうのと セルフカバーは楽しいよっていうお話でございました。はい。それでは今日はこの辺でおやすみなさい。